美人が多い国はどこだと思いますか？ロシア、ロシア、ロシア、イギリスも、イギリスも、イギリスも、イギリス、イギリス。どうしてですか？目がクリクリ、鼻が高くて、目が水色、目が水色。外国人とやったことありますか？ないです、ないです。機会あったら、機会があれば、機会があれば、付き合いたいです。どこの国の？フランス、フランス、イギリス、イギリスで。どうしてフランス人と付き合いたいんですか？紳士な感じがするから。どうしてイギリス？かっこいい、かっこいい。美人が多い国はどこだと思いますか？フランス、ロシア。どうしてですか？イメージ。どんなイメージ？顔が整ってる。SNS とかで上がってる人たちの顔のなんていうか、ロシア人が多い、有名な人が多いイメージ。外国人と付き合ったことありますか？ないです。付き合ったらどこの国を？やっぱフランス。国は別にあんまり関係なく、優しくて面白い人とか。美人が多い国はどこだと思いますか？あんまり考えたことがないです。でも個人的なタイプでいくと、ハッパっていうんですか、オリエンタルテイストとそのカケイジョンのテイストが混ざってる人たちが個人的にはタイプ。どこの国だと思いますか？どこの国？分かんない。いろんな国にいると思います。ミックスなんで。でも別に国でね、変わらないから。男だったら、男だったら、でも男性もやっぱり、私はちょっとアジアのテイストが入ってる人がかっこいいと思うので、でも本当ミックスな人、一個のエスニックシティよりもミックスエクスティンシティの方がいいなって思います。日本人じゃない人と付き合ったことありますか？はい。どこの国の人ですか？アメリカ人。どうでしたか？どんな経験ですか？別に普通。美人が多い国はどこだと思いますか？美人が多い国、俺イギリス人と結婚したんで、奥さん美人やし、イギリスはやっぱり美人な人多いと思います。どうしてだと思いますか？多分いろんなそのレースが混ざったら、その美人とかイケメンが生まれるかなと思ってるんで、イギリス特にロンドンはすげえダイバースなので、それでかなと思います。ちょっと失礼ですか、妻は白人ですか？白人です。はい。普通のイギリス人ですか？そうですね、妻は混じりっけなしの白人です。はい。どうやって出会ったんですか？仕事場がもともと一緒で、その妻がもともとバーテンダーをしてて、同じ店で俺がウェイターをしてて、それで知り合いました。誰が誘ったんですか、デート？デートは最初に妻から俺にアプローチしてきました。どんなアプローチ？アプローチ、番号を交換しようとかで、ちょっとよかったらご飯行かへんみたいな。最初のデートはブライトンに行きました。2人で付き合う初めから、はい、結婚してまでどのぐらいですか？結構早かったんですよ、6ヶ月、8ヶ月、7ヶ月、8ヶ月ぐらいですね。すごい。1年全然いかんぐらい。すごい、はい。子供いますか？子供はいません。早いですね。プロポーズは誰がプロポーズしてプロポーズは俺がやりました。どうやってプロポーズしましたか？コベントガーデンで、妻がオイスター、牡蠣が好きなんですけど、オイスター食べれるお店に連れて行って、でご飯食べて、でその後クリスマスのシーズンやったんですけど、コベントガーデンに大きいクリスマスツリーがあって、その下でこうやって肩膝つけて、でもその日雨降ってて、めっちゃ水たまりあったんですよ。外でですか？外でびっちゃびちゃになりました、膝が。はい。妻のリアクションは何でしたか？もう多分分かってたと思うんですけど、でもそれでもそうですか、びっくりしてイエスって言ってくれました。ありがとうございます。美人が多い国は私の中でイタリアだと思います。なんでかな、なんかすごいこう目とか鼻とかはっきりしてて、すごい顔のパーツが整ってるイメージが、私はイタリア人だと思ってます。イタリアに行ったことはないんですけど、イタリア人の友人が結構アイルランドとかニュージーランドとかイギリスで会ったことがあって、でみんなすごいこう顔のパーツが整ってて可愛い子が多くて、いいな、イタリアに生まれたかったなと思うこといっぱいあります。なるほど。美人が多い国はどこだと思いますか？でも僕はやっぱ日本人が一番可愛いと思います。どうしてですか？やっぱり見慣れてるし、同じ東アジアの中でも個人的には可愛い子が多いかなって勝手に思ってます。じゃあ憧れも含めてイタリア。イタリア？どうしてですか？なんかこうブロンドヘアの
なんか足が長くてみたいなスタイルの良さと、やっぱ日本人にはないスタイルみたいなのが羨ましいなと思ってます。はい、どういう関係ですか？夫です。僕も、はい、結婚して結婚してます。どうやってあの出会いましたんですか？会社の会社で働いてまして、あの付き合い始めから、まあ、結婚してまでどのぐらい？何年だっけ？2年、ね、まあ日本ではそれは普通じゃない？うん、普通普通、2年間だいたいそんなもん。誰がまず誘ったんですか？僕が覚えてませんか？同じ何言いましたか？え、あの誘った時は何言いましたか？なんかご飯行こうとかあったっけ？あ、そんな感じかな。一緒に飲みに行きましょうみたいな。美人が多い国はどこだと思いますか？北欧、例えばノルウェーとか。どうしてですか？ Just because。 どんなチャンネルが？なんかテレビで見ていて綺麗なと思う人はやっぱ北欧、まあノルウェーとかデンマークとかに多いかなっていうイメージ。行ったことありますか？行ったことまあないんで、まあ近々行きたいなとは思ってます。ノルウェー人と付き合ったことありますか？ないです。ないね。外国人と付き合ったことありますか？付き合ったことないです。付き合ってみたいなとは思いますね。 Which country？ なんでもいい。Hi everyone, I hope you're enjoying this video. If you would like help in how to communicate with Japanese people and communicate with people from around the world, sign up to my Patreon where I can give you tips about how I learned Japanese myself, how I've made friends with lots of Japanese people, how I'm able to do street interviews in Japanese with Japanese people. Sign up to the Patreon for exclusive access and help with your Japanese journey. And back to the video. ビジンが多い国はどこだと思いますか？ロシア。うん、私もロシア。どうしてですか？なんか背高くて、なんか白くて、ブロンドヘア。でもちょっと気が強いけど、すごいコンフィデンス。おー、like that car。なんかすごい強い女性のイメージだけど、見た目はめっちゃ綺麗。なんか目鼻立ちもしっかりはっきりしてて、目大きい、鼻高いで、なんかブロンドヘアで背高くてすごい綺麗と。どうして日本人はなんかブロンドヘアが好きですか？だってうちら黒だから。なるほど。どうして？なんか学校でロシアは一番美人が多い国って習った気がするので、ロシアにいたことありますか？絶対にない。乗り継ぎであるモスクワ。あの今日の質問は、美人が多いの国はどこだと思いますか？スカンディナビア。どこのスカンディナビアの国？スウェーデン。スウェーデン。どうしてですか？ Everyone's tall and beautiful, right?スウェーデンにいたことありますか？あります。めっちゃ美人ばっか。スウェーデン人と付き合ったことありますか？あります。どうでしたか？バイキングって感じ。どこですか？付き合ったと時は LA でした。LA でその彼の家に行って、でも彼はストックホルムじゃなくてゴテンバーグでした。どうやって会いましたか？大学が LA でした。同じクラス。なんという大学ですか？ UCLA。 どのぐらいの、 あのスウェーデン人と付き合いました？付き合いました。1年です。どうなったんですか？遠距離だ。That's more like you broke up。 彼は今どこにいますか？スウェーデン。美人が多い国はどこだと思いますか？トルコ、イスタンブール。どうしてですか？あの東と西がミックスしていて、すごく綺麗な顔の人が多いなと思います。 So they create the beautiful features, you know, blue eyes and dark hairs andHigh nose and so. That is my impression. 旦那さんは？イギリス人です。どうやって出会いましたか？パブ、もちろん。どうしてもちろん？パブはだってイギリスの社交場で人が会うところだから、パブです、もちろん。誰が最初、まあ、なんか話しかけ、ました？あ、夫です、もちろん。どうやってアプローチしました？今日みたいに暑い日だったので、あのもしよかったらビール一杯おごりますよ。それ、that work? Yeah, I asked him to, I got the sun juice and a glass of beer, that's it. スキー始めてから、あの結婚してまでどのぐらいかかって？10年ぐらいかかってるじゃないですか。遠距離とかもあったから。そう。今何年あの結婚してますか？26年です。すごい。そう。おめでとう。ありがとうございます。美人が多い国はどこだと思いますか？フランスですかね。今オピニオンですけど、フランス人の子めっちゃ可愛い子多いなと思って。どんな点が可愛いですか？ヨーロッパの人は綺麗、ビューティフォーのイメージなんですけど、フランス人は可愛いみたいな。ビューティフォーだけどキュートもあるみたいな。どうやって？いや、ジャス、顔が。やっぱちょっと日本人ではないけど、なんか
顔が可愛い系が好きなんで、僕は。私はオーストリア人が大好き。珍しいね。オーストリア人大好き。どうしてですか？友達の彼女がオーストリア人なんだけど、She's so beautiful。なるほど。え、何の友達？友達のスクローペンで欲しいよ。外国人と付き合ったことありますか？ないです、まだ。まだないです。したいですか？ああ、もちろんもちろんもちろん。どこの国の？いや、別に別に。I don't mind の nationality なんですけど。あの、いつイギリスに来ましたか？5ヶ月前です。1ヶ月前。どうやって知り合いですか？あ、いや、フラットメイト。出身は？横浜です。沖縄。綺麗、すごく綺麗ですね。初めてあの、ここには沖縄人会ったことあります。すごい。 Why did you want to come to the UK? I like traveling, so you know, it's easy to go to Europe, right? So it's compared to other, like, it's cheaper, right? I studied English, I want to learn Europe, Europe.Yes. 沖縄には特徴とかありますか？日本人は結構シャイって言われるけど、沖縄の人はそんなことなくて、みんなオープンマインド、フレンドリー、フレンドリー。なんで？沖縄 has アメリカンベース、so a lot of American people、だからアメリカ人のパッションみたいなのがめちゃくちゃ受け継いなんかあるから、そう。あるからめちゃくちゃフレンドリーだと思う。横浜行ったら絶対に行った方がいいとこありますか？ラーメン博物館。I haven't been there. だけどそんなものあるの？ラーメン博物館。そこでラーメン食べられる。There are a lot of so you know kind of ramen shop. 面白いね。面白いです。で、横浜のラーメンはあの一番なんで、僕的に絶対行ってほしいですね。Hi everyone, my name is Cody and I'm embarking on an exciting challenge going from 100 subscribers to 10,000 subscribers in 1 month. I need your help to achieve this. I am a YouTuber, I make great exciting videos, traveling, asking people about hot topics. You can check out my videos, subscribe, follow, share and like. Let's hit this target of 10,000 subscribers in 1 month. Together we can do this, let the internet unite and let's make this happen.